カリガネ草は、密かに分類される多年草の一種。ホカケ草とも呼ばれる。和名は、花の形状が狩りに似ている草であることに由来する。かつては、ダンギク属に分類されていたが、分子系統解析によりこの属は多系統であると分かったため、単カ多属とリパーに分離された。東アジアに分布する。日本では、北海道、本州、四国、 九州の産地に自生する。よく日が当たるが乾燥しない場所を好み、夏場に草丈80センチメートル前後に成長する。葉は耐性し、甲卵系で円にギザギザがある、のこぎり葉である。成長し、開花期が近づくと、独特の匂いを放つ。花期は8から9月、溶液から中産花状を伸ばし、青紫色で球状のつぼみをつけ。 上写真のような花を咲かせる。5枚の花びらは、くぼ形で円が、ひだ状になり、上に2枚、下左右へは、角1枚ずつ、大きく広がり、下側の花びらが、舌状になり、文様が入る。花柱と、おすしべは、花の上に伸び、その先が花の手前に回り込むように垂れる。花蜂などの花粉を媒介する虫が花を訪れると、 左右の花びらに足をかけるようにして止まるが、花に虫の重みが加わると果女が垂れ下がって、花が首をもたげるように角度を変え、虫の背中に花粉と中糖がついて、花粉をつけるとともに受粉する仕掛けになっている。秋深くになると、額の中に黒く小さな種子が2から4個ほど結実する。ありがとうございます。